霊夢と、マリサが行く。中央線上り、東京行きの旅。ガートさん、立川三鷹間。今回は、立川から、三鷹まで行きます。立川、発車。国立、西国分寺通過して、次は、国分寺ね。これ、2オール読解できたね。楽々に行けるけどね。一混んできたな。皆さん、ほとんど、新宿やお茶の水、東京しておりますから。三鷹からだと、もっと混んでくるわ。中央線の沿線住民たくさんいるからな。朝は、たくさん人乗ってきますから。この電車は、中央線、中央車内、東京駅です。停車駅は、国分寺、三鷹、中野、新宿、四谷、お茶の水、神田、東京です。次は、国分寺です。この電車には、優先席があります。列車足りないわね。通勤時間帯に走るライナーも満員らしいな。そういえば、中央線に車両足りないから。常磐線の車両がいるみたいだけど、見たことないのよね。元常磐線209系線番台か。ネットだと、今の233系にグリーン車つけるために、改造しなくてはいけないから、2編成いるという話だな。233系、2編成ずつ改造工事してるのかな？そうらしいんだが。私、見たことないですね。そもそも、なんで、グリーン車つけるの？混雑オンワのためと聞いてるんだが。12両になるんですか？そうね、1編成12両になるわね。駅工事大変じゃない？お茶の水や四ツ谷どうすんだろうな。ホームの先、狭いし。神田駅の近くにあるお店も、工事のために閉店したのもあるそうね。グリーン車いらないわよ。でもな、大月や青梅まで行く人にとっては、重要なんだぞ。そこまで行くのに1時間40分以上かかるからな。トイレ必要ですよね。トイレ近い人だと、便利なんだ。これについては、トイレもつけるから、グリーン車はとっても必要なわけだ。そんなこんなでグリーン車できたら、早速、大月の方行ってみたいわね。国立、通過ですね。国立駅の駅舎も古かったんだが。踏切対策のために、高架にし古い駅舎壊して新しい駅舎作ったのよね。そういえば、アニメのキテレス大百科、国立駅とそっくりなの思い出した。でも、黄色の西武の車両が出てきてるんだよな。多分、町は、国立を舞台にしてるのでは。あの、キテレス大百科って、小5の男の子が、ドラえもんの道具に似た道具を作り、その道具で、みんなを助けるお話だったかしら。オチ的には、ひどい目に遭うのもあるけどな。メインキャラクターが、キテレツ、変なロボットのコロスケ、ミヨちゃん、トンガリ、ブタゴリラなんだが、ほぼ、ドラえもんのキャラクターと似てるんだよな。同じ、藤子先生だっけ？そうだな、藤子、F、藤尾先生だな。笑うセールスマンとかは、藤子藤尾 A 先生なのよね。あれ、二人いたのですか？まあ、勘違いするよな。ともかく、国立も、アニメが舞台してる街なのね。そうだな、あの古い駅舎があったからな。西国分寺通過、武蔵野線がお乗り換えです。乗り換えできんだろ、わら。それなのに、新しい駅舎になったのは、残念ですよね。建物が文化遺産などに登録されない限りは、取り壊すしかないのよね。国分寺よ。西武鉄道の国分寺線と多摩湖線があるんだ。多摩湖線に乗って、湖あるので、その車窓の風景いいですよ。地元が国分寺だと、西武の方も行くのかい？そうですね、多摩湖線乗れば。すぐ近いですから、休みの時もたまに行きます。ここからも、うまく行けば、西武に乗って、新宿や池袋行けるわ。さすが、西武王国。国分寺停車。生まれも育ちも、国分寺なの。はい、生まれた時から、国分寺です。ずっと、お嬢様学校。はい、幼稚園の頃から有名な私立学校通ってましたから。
お父様は、どこかの偉い企業の人？いえ、国のお役人です。どこのお役人だい？すみません、そこまでは教えられません。個人情報か、仕方ないな。ずっと、男子のいない学校で。はい、ずっと、女子学校です。男子いないと青春できないでしょ。どうでしょうね、聞きは悪い虫つかなくて済むから。どういう意味でしょうね。まあ、そういうことだ。気にすんな。国分寺発車。武蔵小金井、東小金井、武蔵境通過して、次は三鷹だ。小金井が3つもある区間ね。そういえば、小金井公園も広くて有名だ。桜の季節がいいのよね。桜咲いた頃になると、近所の地域会でお花見しますよ。小金井公園で。そうですね、小金井公園だったり、他の場所だったり。この辺まで来ると、わからないわ。何が？小金井と武蔵というついた駅名がたくさんあるから。それに何市とかも。そういや、町の境界線、ややこしいな、この辺。地図では中央線、新宿までまっすぐなのに。小金井市と武蔵野市と三鷹市と西東京市、あの辺りはごちゃごちゃ。間違って年賀状送っちゃいそう。埼玉のあそこも、同じような駅名たくさんあるよね。浦和か、あそこもややこしいな。浦和に、北浦和、南浦和、武蔵浦和、中浦和、西浦和、東浦和。こんだけ、浦和駅あったら間違いそうですね。浦和市、東西南北ってあるし、すごいわ。そや、埼京線や京浜東北線、武蔵野線あるし、人口が多いベストタウンなんだろうな。武蔵小金井通過。もうね、境界線作るなら、丸や四角で作ってくれればいいのに。そや、無理だな。昔からの土地とかの関係もありますから、そう簡単には。でも、場合には隣町と統合して、一つの町にしちゃう例もあるよな。あれは、一つの町にすることで、多くの収入が得られるそうですよ。税金問題だな。人口による収入がない町にとっては、助ける方法の手段らしいんだが。じゃ、なんで、埼玉市になったの？大宮市、浦和市、与野市、岩槻市をまとめたんだな。政令指定都市を目指したかったんでしょうか？そうだな、そうすることで、大都市とみなし人口を増やすのが目的なんだろうな。セレブ思考的なというか、ブランドというか。六本木ヒルズに住んでるような、金持ちがブランド持ってるみたいな感じですね。あなたも、セレブ目指してるんでしょ？なんでしょうね、私の将来は、普通に仕事してればいいんですが。東小金井通過。だって、高そうな猫抱えて、ザマスみたいな奥様になるのかなと思って。スネ夫のママみたいなキャラですね。いかにもまとなものはちょっと。旦那の社交辞令で、おもてなししなくてはいけない時もあって。教育されたセレブマダムも必要なんだ。礼儀作法や作動などの、マナーに関する授業が厳しいですね。礼儀作法知らないで、おもてなししたら、会社そのものがダメになりますよね。先生言ってました。私には無理ね、わら。神社の巫女なんだから、そこ行って勉強した方がいいな、わら。神社の巫女さんなら、なおさらですね、基本的なものを学べば大丈夫ですよ。どうしましょうか、わら。私、昔からおっちょこちょいだし。子供の頃、母に言われて、お客さんにお茶出したら、こぼしちゃって。ひどく叱られた時あったわ。その時ひねくれて、もうやらないと言ったわ。マリサの方が、賢いからマリサにやってもらえばと言ったことあるのよね。それでも、霊夢のおばさん、霊夢に何度もやらせてたんだ。おかげで、少々礼儀作法身についたけど。でも、マリサの方が上なのよね。武蔵境、通過。そうだな、マナーとか礼儀は私もきっちりしてる方だから、わら。それなら、私の学校の先生になってください、わら。三鷹駅の
本日、休日運転のため、快速電車が止まらない西荻窪、阿佐ヶ谷、高円寺、お利用のお客様、1番線、2番線からの各駅停車でお乗り換えください。三鷹の次、中野に止まります。いやいや、仕事でもそういうことしてるから、もう勘弁を、わら。マリサは総務だからね。そんなこんなで、三鷹よ。今日はこの辺で。次回は、三鷹新宿間です。